リグルド。リムル様、おかげさまで本日も町は平和ですぞ。俺のおかげじゃないだろ、みんなのおかげだよ。リムル様、どうぞこちらをお納め。そうか、みんなで。我が主、散歩でしたら我にぜひお供をさせてください。じゃあいい天気だし、ちょっと背中に乗せてもらってゆったり回ろうか。リムル様、リムル様にいただいたゴブと。え、いつもオイラのことを気にかけてくれて、ちゃんと真面目に考えたんで。ありがとな、ゴブタ。かく。お疲れ様っす。リムル様、これいらないっすか？さっきたまたま拾ったもんなんすけど。いらないものを押し付けてないよな。あとはお任せください。誰一人逃がさない。神の怒りに焼き貫かれろ。あとはお任せください。平和だね。我は今後一切ラミリス様への忠誠を誓いましょう。我には守るべき主と誓いが、それを互いさせなどさせん。砕け散るがいい、ダークネスカノン。これが我の力です。能力を開示します。能力を開示します。あとはお任せごゆるりとお過ごしください。まさか我に。昼になりましたよ。ちゃんと働いてます。今新しい服を作ったんだ。できたら着てみてくれますかい？能力を開示します。少し強くなれたようです。少し強くなれたようです。負ける気はしないが、話し合えるならその方がいい。断罪の時です。なんか日本人っぽいな。綺麗な人だったな。赤くなってるぞ。色変わんないって。ああ、辛
ムさん、運命の人気になるんだ。ずるい浮気者。気になるっていうか、運命の人か。同じ日本人なら会ってみたいな。いいんですか、怪人殿、こんなところでのんびりしてて。大臣のベスターだ。あれが噂の。遊んでいる場合なのですかな。確かロングソードの納品期限は。さっき収めてきた。期限に間に合わなければ。え、収めてきた。ああ、きっちり20分。そんな。納品書確認するか。そうですか。まあ、受けた仕事を期日内に納品するのは当たり前のことですからな。そうですとも。それよりもですよ。それ。え？俺？いけませんな。この上品な店に下等な魔物などを連れ込んでは気分が悪くなる。おい、この店は魔物の連れ込みを許すのか。魔物と言いましても、無害そうなスライムですし。はあ、魔物だろうが。違うのか、スライムは魔物じゃないとでもぬかすか。いえ、そのようなわけでは決して。まあまあ、大臣様、一杯いかがですか。さ、どうぞ。魔物にはこうするのがお似合いよ。キャッ！スライムさん？大丈夫だよ、お姉さん。ドレス濡れてない？はい。俺の短気で怪人やこの店に迷惑はかけられない。相手は大臣だし。客に舐めた真似してくれやって。エスター、覚悟はできてるんだろうな。貴様、私に対してそのような口を。黙れ。あの怪人さん、そいつ大臣なんだろ。いいの？そうだな、面倒なことになるかもな。なあ、リムルの旦那、腕のいい職人探してたよな。俺じゃダメかい？え、いいの？大歓迎だよ。こちらこそよろしく頼む。そうかい、そりゃよかった。行く当てができたな。悪く思うなよ、決まりだからな。兄貴たちの身柄は裁判まで一旦拘束させてもらう。ふん。なあ、兄貴、何やってんだよ。相手は大臣だぞ。ふん、そこのバカが、俺の恩人に失礼なことしやがるから、ちょいとお気を据えてやったのよ。ちょいとって。またここに戻ってきてしまった。ずっと寝てたのか？あれからずっと？すまねえ、俺が短気を起こしちまったばっかりにみんなも巻き込んじまった。大丈夫、問題ないさ。親父さんが気にすることないですよ。うん、なんか言えよ。俺たちは裁判を受けるのか？まあそうなるな。でも死刑にはならんさ。せいぜい罰金ぐらいだろ。ならいいが、あの大臣、えらく怪人を目の敵にしてたみたいだし。俺はこの国の王、ガゼルドワルゴに仕えていたんだ。7つある王宮騎士団、その一つの団長だった。やつはその時の部下、副官だった。公爵の出でな。俺は庶民の出だったし、俺の指図が面白くなかったんだろう。当時からよく衝突してた。そんな時、功を焦ったベスターが進めてた魔装兵計画がポシャっちまった。
あいつは自分の失敗を全て俺に押し付けた。軍の幹部を抱き込み、偽の証言まで用意してな。で、俺は責任を取って軍を辞めたってわけだ。だがあいつは未だに俺を目の敵にして無理難題を吹っかけてくる。今回のロングソードの件もそうだ。しょうもないやつだな。そうだな。ただ別に悪人ってわけじゃねえんだ。俺とは馬が合わなかったが、もともと研究熱心で努力家だ。こう焦ったのも王の期待に応えようとした結果だしな。俺が旦那についてこの国から出ていけや、あいつも少しはマシになるかもな。そんなものかね。世話になるぜ、リムルの旦那。ああ、それなんですけど、俺たちもカイジンさんについてきます。お、そうっす。カイジンさんと一緒に働けるならどこでも行きます。うん、お前たち、リムルの旦那、ついていく職人が増えちまったら迷惑かい？みんなまとめて面倒見てやるさ。こき使うから覚悟しとけよ。と、このように店でお酒をたしなんでおられたベスター殿に対し、怪人らは複数で店に押し入り暴行を加えたのです。え、これは断じて許されるべき行為ではありません。何言ってんだこいつ。俺たちを弁護するんじゃ。買収されたな。それは事実であるか、ベスター。誓って偽ることなどいたしません。それに被告弁護人ですら彼らの暴行を認めておられます。この身の怪我は曲げられぬ事実です。この者たちへの厳罰を申し渡してください。こんなデタラメな裁判あるか。静粛に。次に王の許可なく発言すればその時点で有罪です。英雄王ガゼル・ドワルゴ、有罪よりも正直この男の方が怖い。間違いなく強い。どうする、もしも戦う羽目になったら。個体名ガゼル・ドワルゴの戦力を解析します。シミュレーション開始。強大な魔力の接近を感知しました。その力見極めてやる。よし、やってみるか。このスキルでいくぞ。手置きだ。ブギャー、加減はせんよ。お任せを。そこ逃がしません。
使える。加減はせんよ。これが切り札だ。くらえ。オラ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 、水神乱れ雨。ありえん、こんなこと。森の平和は守られましたね。ダメだ、勝てるとしてもギリギリだ。想像の中ですら互角。カイジンよ。はっ、久しいな、息災か。はっ、王におかれましてもご健勝そうで何よりでございます。よい、それよりも戻ってくる気はあるか。恐れながら王よ、私はすでに主を得ました。王の命令であれど、この契りを手放す気はありません。ふん、であるか。判決を言い渡す。怪人およびその仲間は国外追放とする。今宵日付が変わって以後、この国に滞在することを許さん。以上だ。世の前より消えるがよい。国外追放で済んだか。でもなんか寂しそうに見えたな。これにて閉廷。ベスター、これを見よ。それは警備隊長より余ったものを預かった。鉱山夫たちの傷を完全に治したそうだぞ。まさかフルポーション。そんな、我らドワーフの技術をもってしてもハイポーションまでしか作れないというのに、一体どうやって。知りたい、その製造法を。欲しいものだ。そのような目ができる心を失うことになるとは。王よ、お待ちください。私はその薬をもたらしたのはあのスライムだ。お前の行いがあの魔物とのつながりを断った。何か言いたいことはあるか。私は王の役に立ちたいと、幼い日凱旋される王を見たあの日から。私は道を誤ったのか、怪人に嫉妬した時から王の期待を裏切ってしまい申し訳ありません。王宮への立ち入りを禁止する。二度と世の前に姿を見せるな。だがベスターよ、これまでの働き大儀であった。あのスライムの動向を監視せよ。はっ。あれは一種の化け物だ。まるでかの暴風竜がごとき存在感。世のスキルをもっとしてもその心の信用を除けぬとは。いな、あのスライムもまたこちらを覗いていた。決して気取られるなよ。はっ。いやー、一時はどうなることかと思ったが、まあ、概ね予想通りだな。職人も無事スカウトできたし。じゃ、帰るとするか。なんか忘れてる気もするが、多分気のせいだな。
すまない。ありがとうよ。頼むぜ。任せろ。頼むな。地場を作るぞ。どんなのにするかは使う怪人たちに任せるからな。へへ、そりゃありがてえ。絶対にいい仕事場にしてみせるぜ。出来上がったら旦那のために目いっぱい腕を振らさせてもらうからな。ここに怪人たち招いたわけだし、怪人たちの住む家を用意しないとな。そいつはありがてえが、リブルの旦那、俺たちは寝られればどこでも構わねえぜ。いやいや、ゆっくり休める場所ってのは大事だろ。お前たちにいい仕事してもらうためにもな。悪いな、気使わせちまって。その分きっちり仕事で恩を返させてもらうぜ旦那。よう、いらっしゃい。どれにすんだ？それだな。見てくれよ、旦那。
れにするんだ。それだな。見てくれよ旦那。それだな。見てくれよ旦那。転生したらスライムだった剣、魔王と竜の剣国譚。お、リムル様。リムル様。リムル様。リムルの旦那。どうだい。一応。旦那も家事をやってみねえか。いやその必要はないだろう。カイジンたちがいるんだからさ。旦那には出会ってからずっと世話になってっから、たまには贈り物でもさせてくれねえか。ありがたいけどそんな気を使わなくてもいいぞ。まあたまにはいいじゃねえか。大したもんじゃねえが、なんかの役に立ててくれよ。旦那、嘘。うん、急にどうしたんだ。なんてことはねえ。日頃の感謝の気持ちさ、気楽に受け取ってくれ。能力を開示します。能力を開示します。技量が上がったみたいです。能力を開示します。効率よく作業ができる。王女隊になったし、頑張らないとな。旦那、ちょっと話があるんだが、時間もらってもいいか？構わないけど、どうした？この町に来たことはちっとも後悔してねえんだけど、世話になったガゼロに何も残さずに離れちまったのがな、俺の都合っつうかこだわりだってのは分かってるんだけどよ、ガゼル王へ献上する剣を俺に作らせてくれねえか。ふむ、反対する理由はないけど、一国の王、それもガゼル王へ送るなら生半可な剣じゃまずいよな。ガゼル王が俺を送り出したことは間違いじゃなかった。そう思ってもらえるような剣を作るつもりだ。そっか。だったら素材集めとか協力させてくれるか。一緒にガゼル王をびっくりさせてやろうぜ。ってありが
くれるな、旦那は。実は試作を作るのに欲しい素材があるんだ。旦那ってのは本当俺の物差しじゃ測れねえ御仁だな。まさかこの短時間でこんなに集めてくるとは。協力するって約束したからな。まずは試作を作るんだよな。楽しみにしてるぞ、怪人。旦那には出会ってからずっと世話…ありがたいけど、そんな気…まあ、たまにはいいじゃねえか。